達也さん、達也さん、はい、髪型がぐちゃぐちゃですけど大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃないですよ。行きましょう。僕らの髪型を、はい、いつもやってくれてる川島さんのところに行って、あの若葉の、若葉のこのスカッシュの中で髪型がもうちょっとどうしようもなくなってきている僕とあなた で、でもさ、この人を見てよ。ここはちょっといいでしょうねいつも来てくれてるんで、はい、手土産でも持って行きましょうよ。けん玉けん玉喜んでくれるかな若葉ウォークの方に着きました。あれですね。これが、ああ綺麗。そのなんていうの、思ったよりも硬い中だったせいで、そのまずいなと。そんなことないでしょう。ショッピングモールがあるんだ。でもだって逆さ見てよ。え？闇でしょ。俺もね、ちょっとね、うん、異常な量の鳥が鳴いてるなとは思ってんのよ。はい、今着きました。ミュールと、ミュールさん、ミュールさん、美容院の髪の病院って書いてあるの。髪の病院、ちょうどよかったじゃないですか。いや俺ね、本当にいただいたシャンプー使ってから、うんうんうん、マジハゲる心配がマジないのよなんつーの、こう活性化されてる感じするんですよ。はい、なんかこんな感じになっちゃって、うん、今大地さんこんな感じになっちゃってるのね。こんな感じになっちゃった。せっかくかっこよくしてもらったのに、まあもうこんな感じになっちゃったので2人ともかっこよくしてもらいましょう。川島さんでーす。あ、ほんとだ。抜け毛がなんか動物の毛みたいな。あ、そう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 。行くみたいな。だからここまで行って、はい、ここは手で行ってほしい。そう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 。いやー、さすがっすね。伝わったんですか？ここまで行って、ここから手でちょっと行ってもらう。はぁ、い、緩やかに。はい、そうそうそう。あー、なるほど。結構二人仲良くなりましたね、確かに。今まで伝わるんですもんね。最終的には馬になりたいんでしたっけ？最終的に馬っすね。もう結構長くなってきましたね。もう結構強烈。かなり馬。かなり馬。はあ、それはあれですかね、バカにしてるわけではないですかね。いや、全然違う。馬になりたくてやってるんだよ。YouTube を。そうそうそう。馬になりたいから YouTube をやってると。YouTube やってるんじゃないよ。あ、そう。そんなに大きい服にしない。これでさらに色入れるんでしたっけ？前と後ろだけちょっと色。はあ。トリートメントしっかりやって。トリートメントが嬉しいですね。いやー、長さの本当パサパサだったからな。PDR 君にすごいバカにされてたもんね。あ、そう、あの野郎。こういう状態になってますね。体がこう浮いて、みんな知ってましたか？こう浮いてるんです、体が。なんですかこれ？これね、生スチーム。生スチーム。トリートに入りやすい。うわー、すげえ。あ、すげえすげえすげえ、超気持ちよさそう。あ、なんだこれ。すげえ気持ちよさそう。あったかい。水に濡れてて黒を乾くとあれみたいな。乾くと変だけど、どれどれまだわかんないけど、うん、あー、いいパターンですね。いや、中田攻めてますね。呼び捨てしたか今。中田攻めてますね。あ、すいません。せっかく夏なんでね。いや、でもそんぐらい攻めるのが俺も正解だと思います。夏ってやっぱ攻めでしょ。うん、攻めの季節でしょ。うん、バンドマン。はい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 、いいですね、いいですね。いや、いい色だな。ダイヤモンド。わー、すごい。揉め方下手だね。いやー、長さん、ボクシング強そうになりましたね。ありがとうございます。あー。いいっすね。あ、なんかメガネもインテリに見えて。あー、今回はそのメガネでいいです。ありがとうございます。前回はやっぱ…前回はダメだった。いい色ですね。あ、カメラをいじってる人だな、この人は。あー、なるほどね。こういう…こういうこと。そう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 。少しシューして。あ、特別マッサージ。はい、あのやっぱ頭皮が気になるんで。いや、別に何もしないっす。あー、気持ちいい。あー、なるほどなるほど、ここに一本来てるぞと。そうそうそう。それで川島さんが言ってたこの茶色が細めに入ってることになって、こう一本に一本になってると。いやー、いいっすね。ああ、ああ、いいっすね。ここは一番下まで来ました。あ、いいですね。ありがとうございます。だいぶ馬。ちょっくらパーマみたいな感じに。そうですね。なってますね。だいぶ馬です。で、あと色があるから。はい、ありがとうございます。皆様よかったらね、東武東上線若葉駅の
若葉ウォークのミュール、こちらの方にね、よかったら遊びに来ていただいて、で髪の毛切っていただいて、うん、大塚さんはこういう髪型になりました。いやーよかったな。うわ、こういう感じですね。ちょっとね、このちょっと青みがかってるんですよ。色いいっすよね。この色が、実物を見てもらいたいな、この色は。またねー